やってたんじゃないの？え？本当にさ、いい加減してくださいよ。だ一番下がってる時だよね。ピコラッシャーだと思います。はい、ということでね、早速ね、今日はね、レポーターの、まあ、その美人レポーターと言われたら、ジョージ、ゆきえさんっていうのかなが、まあその結構ね、芸能リポーターで、まあこれまでこう、原田龍二とか、まあその、渡部の不倫の会見の時に、謝罪会見で結構詰めてた、結構美人リポーターが、まあ、自分もやっちゃってたよ、ということなんだよ。あのね、一言言わせてもらいたいんだけど、羨ましいよね。この、僕ね、みんな知らないかもしんないけど、結構熟女好きなんだよ。で、自分でピコる時とかは、結構その、お世話になってるのね。そういうジャンルにね。で、結構俺、メイチャーチューブとか結構お気になんだけど、スペお気なんだけど、だから俺からすると、このか、今日、今回のこれは、事件は本当に、もう羨ましいの一言。ジョージさんが、ね、中華街で手つなぎデートして、まあ、シューマイとか、ね、たらふく食った後に、まあ、ジョージしてたと。いうことなんだよね。だからねえ、シューマイ食ってさ、ねえ、その後にジョージだからね。私のシューマイもどうですかじゃないけどさ、ねえ、それグリーンピースじゃないのよ、みたいなさ。やってたんじゃないの？え？本当にさ、いい加減してくださいよ。もう、48って言ったらさ、だから年齢もいいんだよ。だから48っていうのは、みんな知らないかもしれないけど、実は女性って、こう結構閉経に向けて、性欲が増すんだって。もう残さなきゃいけないっていう、本能から。だから一番盛ってる時だよね。いやー、だからジョージさんが、まあ、中華食って、シューマイ食って、フカヒレ食って、まあ、ジョージしてたと。いうとこなんでね、僕はもうね、これに関しては、本当にね、まあ、早速ね、メイチャーチューブとかで、ジョージさんにのね、まあ、女優さんとかを探して、ピコらしてもらおうと思います。ということでね、まあ、まあ、ちょっとね、真面目な話じゃないけど、まあ、だからね、こう、世間のあれもあれだけどさ、結局さ、俺思うんだけどさ、みんなえげつないことやってるよ。渡部とか、責めてるけど、一般の人も。誰得なんだろうね、こういうのね。本当に。まあだからその、ジョージさんに関しては、人を自分棚にあげてやってたわけだから、まあブーメラン返ってきたってとこだけど、まあね。だから不倫のニュースに文句言ってんのってさ、もう、閉経したおばさんがさ、もう使い物になんないおじちゃんだけでしょ。けしからんなんつってんのは。どうでしょう。で、現役世代は何も思ってないでしょ、多分。いや、自分も実はやってるんだよね、とか、サラリーマンとか、ね、余裕でやってるし、そんなことは。俺の知ってるサラリーマンみんな、やってるしね。そういうこと。平気で、平気な顔してやってるよ、あいつら。人がね、こんな、にゅるっとしたもんでね、ピコってる間に、あいつらはね、ホワイトカラーだなんつってね、まともな人間ぶって、下半身が一番まともじゃないよ、あいつら。そうでしょ？まあ、だから、まあ、ジョージさんの件に関してはね、みんなも、まあ、俺の面に、乗じて、ちょっと許してやってあげてよ。ということでね、
あの週刊相川ニュースの、今週の、まあ、ビッグトピックだね。ジョージさんが、まあ、中核って、まあ、ビジホでジョージしてたということですね。まあ羨ましい。うん。お相手のね男性の方もね、まあ本当に良かったですねというかね。ジョージさんとジョージできたらね、なかなかいいんじゃないかな。うん。ってな感じですかね。はい。ではまた。ナスティーパスティー。